皆さんこんにちは、みやこです。今日もみやこずキッチンを開催していきます。今日はあるものを使って低脂質なグラタンを作っていこうと思います。では早速材料紹介します。そしてこちらが材料です。そのあるものっていうのが、今日はこの豆腐を使ってグラタンを作っていきたいと思います。ホワイトソースってすごい脂質が高いんですけど、この豆腐で代用していきます。そしてお味噌が小さじ2で、今日はタンパク質をちょっと入れたかったので、ツナ、これもね何でもいいと思います。お家にあるなんか手軽に使えそうなタンパク質あんまり癖がないやつの方がいいかなというふうに思います。あとこれはお好みでチーズで、野菜も何でもいいと思います。葉物系、ダイエット中だったら葉物系とかの方がカロリー低いので、葉物野菜用意してもらうとベターかなというふうに思います。本当はこれ白味噌の方がお豆腐には合うんですけど、ちょっと切らしてたので普通のお味噌を使っていきます。材料これだけで、今日はねフライパン使わずに全部電子レンジとオーブントースターで調理していきたいと思います。でお豆腐なんですけど、軽く水切りしてあります。水分が出やすいので少し水切りした豆腐を使ってください。では早速調理していきます。はい、では早速調理していきます。まずなんか耐熱皿みたいのを用意してもらって、ここにお野菜を入れます。でさ、フライパンで炒めてってもいいんですけど、油使わなきゃいけないんで、今日はちょっと脂質をカットしたいので、このまんまお野菜入れたらラップして電子レンジで加熱していきます。入れたら電子レンジに入れていきます。まあ大体お野菜によると思うんで、しなっとするぐらいまで加熱してください。野菜がしなっとしました。お豆腐をホワイトソースっぽくしたいので滑らかにしていきます。なのでフードプロセッサーを使ってちょっとこう滑らかになるようにやっていきます。ちょっとめんどくさいのこれぐらいだと思います。で、このさっき言い忘れてたこの豆腐は、150g あります。よくスーパーであるちっちゃいやつが3個パックになって売ってるやつの1つを使っていきます。で、この中にお味噌も入れていきます。ちょっとうるさいよ。水切りしてないとこの時に結構ベチョベチョになっちゃうので、水切りは行ってください。あ、もうホワイトソースだわ、ホワイトソースだわ、これはちょっと見た目悪いけどね、ちょっとホワイトソースっぽい感じ。そこを滑らかに、この滑らかを目指してください。でも大体完成だよね、もうこうなったら。そしたらこのお皿に今この材料を全部盛り付けていきます。なんか最近のキッチン動画で私の手元しか映してなかったんですけど、なんかもっと全体が見えるように撮ってくれっていうコメントが結構多かったので、今日ちょっと全部見えるように撮ってます。なんかご意見あればね、コメント欄お願いします。結構参考にして撮ってるんで。で、あ、やばい、また忘れるとこだったよ、ツナ。あれ、ノンオイルかノンオイルじゃないかでカロリーかなり変わる、100キロカロリー以上変わると思うんで、必ずねダイエット中はノンオイルのツナ缶を選んでください。で、このツナもこのお皿に入れて、これね、サバ缶とかでも合うと思うんだよね、思います。もうここは本当お好みでいいと思う。ホワイトソースをかけていきます。もうほら、とろ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 。これ1人前なので、2人前だったら倍量で、まあ当たり前か、倍量で作ってください。でもさ、一人暮らしでもこういう小分けのお豆腐とかあると一人でパッて食べれるからいいですよね。私はよく3連のやつを買います。
オッケー。そしたら最後チーズをかけていきます。これはね、やっぱかけすぎちゃうとカロリーアップしちゃうので、お好みで。こんなもんかね。 OK。 そしたらこれをオーブントースターで上のチーズがとろっと溶けるまで加熱していきます。はい、そして完成しました。これオーブントースターで15分ぐらい。見て、グラタンでしょこれ。これお皿めっちゃ熱いから気をつけて。完成。めっちゃ美味しそう。もろグラタンですよねこれ。では早速食べていきたいと思います。いただきます。いやもう絶対熱いよ。あっさりしてるけど、やっぱ味噌のね旨味がすごい豆腐とあってコクが出てて美味しい。ツナ入れたのも良かったかも。いい感じに出汁が出てます。で、今日はほうれん草と玉ねぎを使っていきましたが、今日のなんとこの材料だとカロリーがだいたい230とか230だったんで、ざっと計算してこんなボリューミーでもそんなカロリーなんですよ。すごいですよね。工夫次第でやっぱ美味しいものを食べながらもダイエットができるという。なんか今日もやっぱり最小限の家にあるような材料で作りましたけど、家にあるもので普通っぽい、なんかそのいかにもダイエット食っていうものもまあたまにはいいと思うんですけど、いつも食べてるものに近いものをこうなんかを代用してヘルシーにして作っていければいいかなと思ってて、それが現実的に一番続けやすいかなっていうふうに思います。やっぱね、ダイエットの天敵っていうのは続けられないこと。続かないともう不自然なことを続けるのってやっぱストレスだし、なかなか今までしてこなかったことを急に全部生活変えてやるっては、まあ、かなり難しいと思うので、私も結構それは難しいなと思うので、今までの生活に近い、なるべく近いんだけど少し工夫してずっと続けられるっていうのがベストだと思うので、そういう感じで食事とか、まあ、ダイエット含め全部そうですけどやっていけるといいのかなというふうに思います。全然これも関係ないんですけど、今日日曜日なんですけど、昨日一日中雨降ってて家にいたんですよ。で、夕方ぐらいにお昼寝しようと思って5時ぐらい、4時5時ぐらいかな、寝たら起きたら夜中の1時だったんですよ。あ、もう昼寝とかじゃなくてガチ寝のやつだと思って、もう普通にね睡眠時間もすごい取れてるしすごい元気だし、どうしようと思って、とりあえずインスタでストーリーで何しようってあげたら、なんかインスタライブやってくださいとかバーっていっぱいこう来たんですけど、まあとりあえずベッドの中でアイス食べながら Kindle で本読んでて、そしたらなんと1時間後に全然寝れるっていう。で、寝て、さっき8時半ぐらいに起きて、で、朝から、キッチンのものを食べますっていう、どうでもいい話なんですけど、全然私が奇跡を起こせたっていう、寝れたっていう話です。はい。今ね、こう時間があるのでね、自由に時間を使えてとても幸せです。でもあとちょっとで、6月になったらね、少し流れが変わりそうなので、それをちょっと心待ちにしながら、あと少しみんなで乗り切りましょう。はい、ではね、本日もみやこずチャンネルご視聴いただきありがとうございます。 LIKE ボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また見てねー。